この SUV 専用車、実際に街中、高速道路、そしてワインディング、さまざまなところを走ってきました。まず街中なんですけれども、非常にこのエンジン特性なんですが、発進なんかね、非常にトルクがあって粘りのある感じで、クラッチミーとしてもスルスルっと発進することができる、非常に初心者でもね、扱いやすいような感じになってます。そして回転を徐々に上げていけば、だいたいね3000回転ぐらいまで回してやると、ちょうどこのツインのね、気持ちのいいこのパルス感というか、そういった音と振動が楽しむことができます。逆に3000回転をちょっと落とし込みますと、しゃくる感じがねちょっとありますので、できればそのぐらいまで回した方がいいかなという感じですね。で、街中ではね、一番この低速での扱いやすさというのがね、ポイントになってくるわけなんですけれども、例えばUターンとかね、小回り、非常に実用的にね使う部分なんですが、前のね、TL1000 の場合は、非常にねこの低速のね、部分で回転をね落とし込んでいくと、突然ストールしてエンジンが止まってしまうとかね、そういった非常にこう扱いにくさ、難しさがあったわけなんですけれども、そこのところ、今回の SV はかなり改善されています。ずっとね、速度を落としていって、リアブレーキでね車速をグググググググッと落とし込んでいっても、その前みたいにこうストールするような、ね、心配ありませんね。そして、非常にこう粘りのあるねトルクが ありますので、気持ち的にもね非常に安心して、そういった小回り、できるように思います。そして、少しこう流していく感じなんですけれども、ちょうど3000回転から、4000、5000、6000ぐらいまで、なんとなくスカッと回りにくい、そんなフィーリングがしました。しかしですね、これが7000、8000回転まで回していく と、このツインのねトルク感がね、また高回転のね独特な音に変わっていって、非常にこのパワー感が出てきます。8000、9000、だいたい1万回転、レッドゾーンは1万1000回転、からレッドゾーンということなんですけれども、逆にもそこまで回す必要なく、だいたいその9000、1万回転ぐらいを使うと、非常にこう、楽しいスポーティーあふれる、走りが楽しめます。はい、そして高速道路を走ってみたわけなんですけれども、この車体、フレームなんですが、アルミダイキャストのフレームの、非常にこう高い剛性感というのを感じることができました。合わせまして、このサスペンション、フロントリアとも非常にしっかりとした、剛性感のある足回りです。で、高速走行はね、非常にこう直進をまっすぐこう走り続けるわけなんですが、この直進の安定性っていうのはね、かなり高いです。で、逆にですね、非常にこのまっすぐ走るのに、接地感とか安定感が強すぎて、あれワインディングとかのスポーツ性は大丈夫かなっていうような、そんな感じを受けました。そんな感じの、高速での走行でしたが、それから、ワインディングに入っていきますと、最初はね、軽く流してしまうと、やっぱりその辺の車体の剛性感がね、ちょっとなんか勝ちすぎてるような気がしました。しかし、ワインディングペースをどんどん上げていきますと、フロントの方ね、ステアリングのキレがね、セルフステアなんですが、このハンドリングが自然にね、進行方向、コーナリングの方向をね、示していって、フロントタイヤを中心にね、非常にね、気持ちのいい安定感を損なわずに、コーナリングの方向にフロントタイヤが向いていってくれるという感じで、この辺のところは意外でした。非常にね、走破性ね、ワインディングには路面の荒れたところとか、うねりとか、段差とか、たくさんあるわけなんですけれども、そういったところにもこう車体に影響されることなく、その辺でですね、この車体のこのアルミダイキャストの剛性バランスがうまく取れてますね。足回りを含めて、剛性が高すぎずということもなく、その辺のところをうまくこう逃がしている、車体作りになってますので、その、ギャップ吸収性、走破性、この辺は非常に高いレベルに、あります。スーパースポーツモデルのように、そのクイックなハンドリングというのはまた違った部分で、この安定志向の中でのスポーツ性っていうのを、表現できている、SV1000S だと思います。はい、この SV1000S は
高真空アルミダイキャストフレームなど最新の技術を取り入れたりもしているわけなんですけれども、あとは整列フォークであったりとか、ブレーキシステムに関しましても、そうですし、タイヤの、リアタイヤのサイズが180など、そう突拍子もないこう数字的にね、高性能なものをたくさんつけてるというような、ものではありません。信頼性の高い今までのパーツを、組み合わせて、そしてこのトータル的に車体エンジンをうまくバランスさせています。数字上のこのスペックだけで、馬力がなんぼ、トルクがいくらとかそういったものじゃなく、トータル的なバランス、そして、その直進性とか、コーナリング性をうまくバランスさせているということで、非常にこう初心者から、ベテランが乗っても扱いやすく、楽しく走ることができるようなまとめ方になっていると思います。こういった、作り方が、これは日本だけでなく世界的にも非常に評価されているマシン作りの方向だと思います。